最近、謎の船舶消失事件がアメリカ大陸沿岸の太平洋で頻発していた。UGM でも事件を重視し警戒を続けていた。こちら藤森、ポイント E7 異常なし。よし、わかった。そのまま警戒を続けてくれ。了解。これは絶対に第二のバミューダトライアングルですよ。まさか、あの魔の三角地帯はここよ。北大西洋でしょ。でも原因がわからないなんて他に考えられますか。状況は似ているが、今度の事件は地域が一定してないし、常に移動してる、うん、僕はもっと恐ろしい何かじゃないかと思うんだ。先輩がそう言うならそうなのかもわかりませんね。じゃあ怪獣かしら。うん、それも考えられるな。アキラ君。あ、ヤマトだ。帰宅途中のタケシが声をかけたこの少年は、毎日のようにこの川岸で船遊びに夢中になっていた。ある日、故障した船をタケシが修理してやって以来、二人は友達になっていた。今日も一人かい。まあね。でも明日父さんが帰ってくるんだ。そうか、アキラ君のお父さんは船乗ってたんだったな。うん、外国航路の船長さ。それでアキラ君は船が好きなんだな。ヤマトさん、僕一つだけ心配があるんだ。新聞で見たんですけど、今太平洋で変な事件が起きてるでしょ。父さんの船、大丈夫かな。心配することはない。日本の近海は安全だ。もしも危なくなったら UGM が守ってくれる。もちろんさ。本当だね。任せとけ。迫りつつありますね。なんだか嫌な感じだな。皆さん、なんとかしてくださいよ。どうしたんだ、セラ。船会社から苦情がボンボン入ってるんです。このままじゃ船を就航させられないって。怖がってるのね、船会社も。ああ、このままじゃタンカーも貨物船も日本に入ってこなくなります。え、じゃあ石油や資源が。ええ、供給がストップします。我々が船舶の安全を保障するしかないな。セラ、はい、そう言って船会社を納得させてくれ。わかりました。みんないいか、これからは24時間体制で警戒に当たる。了解。何か引っ張られています。脱出します。
ました。船長、もうすぐ日本です。どうやら無事に到着しそうですね。俺にとっては最後の航海だ。船長は本当にお辞めになるんですか。ああ、この船を無事に日本までやることが船長としての最後の仕事だ。まさか例の事件に巻き込まれたりしないでしょうね。大丈夫だよ。 UGM が安全を保証してくれてるじゃないか。ああ により気を失ったたけしは日清丸の乗組員によって救出された。そして数日後、強力な磁石の塊に見えました。磁石の塊だって？ええ、スカイハイヤーや船を吸い付けたのは確かに磁力です。しかしな、磁石が動き回るなんて考えられんぞ。無機質の物体が意思を持って行動できるのか。でもそういう風に見えたんです。コンピューターなら可能よ。うん、でも人間が作ったんですかね、その塊を。とにかく今までの事件と今の話を総合して奴の正体を洗おう。寮の隊員、はい、池田隊員、あ、早速かかってくれ。了解。ところで大和、首の方はもういいのか。え、はい、大丈夫です。ほら、いってあんまり無理するなよ。医者に診てもらった方がいいんじゃないのか。いや、本当大丈夫ですよ。はい、今夜から明日にかけての気象データを持ってきました。ご苦労さん。それから大和さん、面会に案内してきました。どうぞ。アキラ君。嘘つき大和のバカ野郎。アキラ君、お前なんか大嫌いだ。アキラ君、大和、大丈夫か？ヤマト！キャップ、ヤツが現れました。北緯30度29分、東経140度19分、乗り継ぎ沖。本当は部長が強化。誰かが中から無線を発信しているようです。この島を沖、ご覧の地域を沖、1000フィートはあるかと思われる。こんなもん！アキラ君！アキラ君！やめたまえ！君は船が大好きだったはずじゃないか。父さんを殺した海なんて大嫌いだよ！アキラ君！なぜ！嘘つき！アキラ君！そんなこと言うもんじゃない。ヤマトさんは怪我をしながらもこうやって君に会いに来てくれたんじゃないか。父さんは死んじゃったんだ。これからずっと僕と一緒にいるって約束してくれたんだ。なのに、なのに。タケシは思った。
アキラは寂しかったのだ。父親の後悔は長い。その間中、アキラは寂しさを紛らすために一人で船遊びに夢中になっていたのだ。アキラ、山本さん、父さんは生きてるよね。帰ってくるよね。ヤマトです。そこにアキラ君はいるか。います。連れて戻ってきてくれ。お父さんが生きている。いや、その可能性があるんだ。私は第一船伊勢丸の船長山本三郎です。父さんだ。父さんの声だよ。本船は10月8日1400この島が起き高難度地震を経験し、船フィートはあるかと思われる怪物に攻撃を受け、なお、この怪物は15年前に沈んだ金ズ号であると思われます。クイーンズ号だっけ。大型貨物船クイーンズ号、それは無人の船だった。つまり全てが最新鋭のコンピューターによって操縦されていたのだ。しかし15年前、クイーンズ号がマズラン海峡を航行中、最新鋭のコンピューターでさえ予測できない事故が起こった。突如目の前に巨大な氷山が現れたのだ。コンピューターでさえ万能ではなかったのだ。お願いします。この怪物はあの不都合のコンピューターに動かされており。どうだ。アキラ君、業の隊員。はい。キャップ、救出に行かせてください。お前そんな体で。怪我は何ともありません。お願いです。行かせてください。わかった。お前のことだ。止めても聞かんだろ。藤森隊員。はい。ヤマトと一緒に行ってくれ。わかりました。ヤマト、行こう。はい。もうすぐ奴の持続圏だ。安全ベルトを締めろ。了解。ちょっと待ってください。アキラ君、子供を巻き添えにはできない。返そう。ええ、お願いです。連れてってください。父さんが心配なんだ。目にあったな。ここはどうやら奴の上のようです。あ、アキラ君、大丈夫だ。しっかりしろ。仕方がねえな、ここまで来ちまっちゃ。いいか、離れるんじゃないぞ。よし。あ、あれは父さんの船だ。うわ、アキラ君、大丈夫か。うわっ！
明君までに一緒だなんて。クイーンズ号のデータがありました。大変ですよ。見てください。どうした？それは沈没前のクイーンズ号の進路予定図だった。これとですね、ちょっとこの地図を見比べてください。ヤツが進んでいるコースは15年前にプログラミングされたクイーンズ号の進路と同じなんですよ。ヤツはクイーンズ号の最終目的地、つまり東京湾に進んでいるんですよ。なんだって？キャップ、当時クイーンズ号が積んでいたのは MK 合金です。そう、強力な磁力合金だ。つまりこうか。クイーンズ号のコンピューターは15年間動き続け、船を再生し強力な磁石にした。15年前にプログラミングされた自分の使命を果たすために。ええ、しかしどうして磁石になんかなって他の船を引きつけなきゃならないのか、その辺がわからないんですよ。多分二度と氷山なんかに負けない体を作ろうとしたからだ。それで次の磁力合金を利用したんだ。どっちにしても氷山にぶつかったショックで回路が狂っておかしくなったに違いない。おいコンピューター、俺たち話せ。お前はな、人間のために作られたのぞ。それが分かってるのか。藤森隊員、奴はコンピューターです。奴にとっては人間の言葉よりプログラムの方が大事なんですよ。ヤマトさん、アキラ君、アキラ、どうだ、どうだ、今助けてあげるからね。アキラ君、このロープを狙うんだ。さあ今のうち、さあ早く。移動を始めたら、奴は東京湾へ向かう気だ。キャップ、奴を東京湾に入れたら何百何千という船がやられてしまう。何としてでも奴を食い止め、ヤマたちを救出するんだ。はい、了解。奴が攻撃してきた。ええ、これ以上どうしても近づけません。そんな力があるんじゃ、なおさら東京湾に入られたら大変なことになるわ。でもなぜ奴はわざとスペースマミーを引きつけないんでしょう。多分奴は太りすぎた。奴の上にスペースマミーが乗ると重すぎて沈んでしまい、二度と浮かび上がれない。強い奴は知ってるはずだ。だったら奴を沈めてやりましょう。沈めて動けなくなりゃ閉めたもんだ。無理するないと。分かってます。行くだ、行くぞ。了解。君は誰かを愛してるんだ。
一緒に暮らせるんだね。ああ、今度の仕事は遊覧船の船長だ。毎日家に帰るぞ。絆か、いいもんだな。皆さん、この度はいろいろとご迷惑をおかけいたしました。アキラ、迷惑かけてごめんなさい。そんなことはないよ。アキラ君はよくやったよ。ねえ、そう、アキラ君がいなきゃ俺たち助かってなかったかもしれんもんな。それはそうと、今度の事件でコンピューターが信じられなくなりましたね。機械は人間に忠実だが、制御ということを知らんからな。まあ要するに、使い方の問題じゃないですか。使い方によって良くも悪くもなるっていう。ねえ、ヤマトさん、ん、僕も UGM の隊員になれるかな。アキラ、君は将来 UGM に入りたいのか。うん、だってかっこいいもん。そうかそうか、アキラ君が UGM の隊員になる頃にはこの僕がキャプターチューバー。あいつ、アキラ隊員怪獣の正体洗ってくれたまえ。